改めまして山田孝之さんです。よろしくお願いします、はい。僕以外僕以外のいろんなものにいろいろ救われたなと思ってます。本当ですか。でもまあそうですね、曲もあの2曲あるんですけど、曲も作って、まあそこもみんなで確認しながら、ああでもないこうでもないってやりながらやりましたけど、あまあ映ってますね、このクッションの角度はめちゃくちゃこだわりました ね、 はい、あの肩のラインとどうしても合わせたくて細かいですね、はい。まあ、パッと見分かんないですけど、はい、なんかそれはでもあのにか見て考えてこう処理するというよりは、パッと直感的に見た時になんか心地よくなるようなっていうこととかは意外と意識しますね。そのセットの背景だったりとかっていうものも、まあ、居酒屋のシーンとかもあるので、そこの箸の角度とかどう見えたらなんか気持ちいいっていうこともそうですし、なんか気持ち悪いっていう部分を減らすっていうのはまあ楽しいですよ。それこの映画監督を撮られる時とこう CM を撮られる時と何かこう違いってありましたか。まあ本当もうあの15秒なので、まあ30秒もありますけども、15秒であの伝えなくてはいけない情報が、あのまあ映画とかだったらあのこういうふうに感じ取ってもらえたらいいなっていうニュアンスだったりとか、まあもちろんここは絶対伝えなきゃいけないっていうところはあったりするんですけど、まあそこら辺の明確にこれは絶対に伝えなきゃいけないっていうこととかが多いので、でもそれをいっぱい詰め込みすぎると情報がこうなかなか入ってこなかったり、その辺をこう細かく、まあ映画でもやるはやるけども、本当にもう1秒でも0コンマでもなく、もう本当1フレ2フレをこうせめぎ合う、そこをみんなでこう見ながらどっちの方がいいかっていう、あこの方がいいねみたいなこと、すごい細かい作業が多いですね。今4カードに入会していただきますとお得なキャンペーンがあります。何ですか。なんと、はいはい、4カードをまだお持ちでない方は11月1日から、新規ご入会ご利用で最大1万ポイントがもらえるキャンペーンがあると始まるということのようです。しまった。しまったですね。この前作りました。ちょっと早かったですね、はい、なので皆さんぜひふるさと納税にはマイフル、お得なカードならイオンカード、これ山田さん皆さんにしっかり書いていただかなければ、記事にね、はい、しっかりしていただきたいと思います。1万ポイント、はい、すごいですね。もう一回作ろうかな、ね、作れるのかな、はい、1万ポイント欲しいです。1万ポイント送金はないかもしれないですね、まだ。まあでも割り勘めちゃくちゃ便利ですよね、やっぱり。まあそれをこう伝えるための CM でもあったんですけども、はい、端数とかにも非常に便利です、はい、払う時にも割り勘してきます